FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。4月18日月曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇。本日のお相手はおはようございます、有香です。これから約1時間どうぞよろしくお願いします。はい、マーチンさん今日も早かったですね。おはよう姫って来てますおはようございます。自転車の店タオさん、有香さんおはようございます、おはようございます。エマさんもおはようございます、かわいい顔文字も一緒に届いてますね、おはようございます。そして大輔さんがおはようおはようございます。そして今日も LINE ライブやっております。皆さんおはようございます。カンパチさん、 N さんですね、おはようございます。皆さん朝早いですね。あ、タキシーさんもおはようございます、来ました、おはようございます。リナママさんおはようございます、昨日久々に家族で美味しいお寿司を食べに行ってきましたって。いいな、何が好きですか、お寿司のネタ。私最近タコが好きです最近マグロがね1位だったんですけど、最近ねあのタコが1位になり始めました。リナママさん、マグロ、マグロか、美味しいよね、マグロも美味しい、もう安定しているマグロは、うん、タコも美味しいのはみんな食べてみてくださいね、まあ、食べてると思うけど、うん、はい、ということでおはようございます。改めまして、昨日はいかがお過ごしましたか。今日のテーマなんですけど、日曜日の過ごし方っていうことなんですけど、本当に普段のね日曜日の過ごし方でも全然構わないですし、沖縄はねあの今シーミーシーズンなので、昨日のねあの過ごしたどういう風に過ごしたよっていう報告でもいいので、全然じゃんじゃん送ってきてください。あ、長谷川純さん、ありがとう。 FM 那覇をご視聴のオーディエンス、浮き見掃除、今日の星座占い12位のちむどんどんおじさんですって今日最下位だったんだじゃあ逆にいいことがあるはず、うん、こっからいいことしか起こらないはず長谷川純さん、昨日は飲んでしまった。そう、昨日は沖縄はねでもシーミーもう大人の人もうていうか男の人っていうのかな、おじさんはねもうよく飲んでるイメージはありますね、お墓の前で、うん、そうそうそう、昨日からなのかな、今週からかな、沖縄はシーミーに入っていまして、生命祭、うん、ざっくり言うとお墓の前っていうのかな、敷地内っていうのかなでなんか、ね、ピクニックみたいなことをするんですけど、お祝いらしいですねあれ私はシーミーは何だろうな、いつも行事、一応専属用の一種ではあるので、なんかもう習慣で行ってたので、うん、何をしに行ってるかっていうの全く分かんなかったんですけど、お祝いらしいです、はいただね、ご先祖様に手合わせて挨拶して、親族のなんだろうな健康祈願というか、うん、して、なんかこの身内親族もたくさんいるのでね、その方たちとなんかピクニックみたいに重箱を食べる、まあ最初にご先祖様にうさげるんですけど、あの食べてもらって、その後に私たちが食べてたんですけど、もうなんか本当にピクニックとか遠足みたいな感覚ですね、楽しいですよでも最近はねなんかコロナ禍であの各自で行ってっていう ところもあるんじゃないかなと思うんですけど、私たちのところは今そういう感じですね、もう各自で行ってあのうとうとしてきてっていう感じなんですけど、昨日私あのいろいろね車で回ってったら、結構ねあの親族集まってちゃんとなんかちゃんとピクニックみたいにしてたところ結構多かったので、あ、もうなんかだんだんとできるようになってきたんだなっていうなんか嬉しさもありましたね、うん、あ、ジェット姉さんなんか母教なんかかっこよくなってるね、母教みたいな、ミニタリー、サニタリー、バルコニー、そういった画伯、グモーニン私最近もう分かんなくなってきた、なんじゃこりゃなんかサニタリーって言いたかったんだと思う、多分私当たってるか分かんなくて似たようなものを並べていった時かな、私もなんかよく分かんなくなってきた、
おはようございますということで今日のテーマ、日曜日の過ごし方、皆さんの日曜日どのように過ごしているのか、ぜひぜひコメントください。ちなみにメールがすでに届いているので、後でねまた読んでいきたいと思います。この番組はリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージを募集しています。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信もしています。またリスラジアプリをダウンロードしていただければ世界中どこからでもお聞きいただけます。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。コメントエピソードはホームページのメールフォームかツイキャスからコメントができるようになっております。はい、今日のテーマ、日曜日の過ごし方です。どんどんコメントお待ちしております。ではここで1曲流していきたいと思います。23で遊ぼう。ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルなおきえ通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。では初めに今日のお天気お送りしていきます。本島中南部、東の風のち北西の風、晴れ、昼前から曇り、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。そして本日の降水確率、午前中が 0%、 お昼の12時から夕方6時にかけて 10%、 そして夕方の6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は24度です。続きまして気象警報、注意報です。那覇市内はすべて解除されております。続きまして現在の那覇市内の交通情報をお届けしていきます。国道58号線南行き那覇市泊付近、こちら 1.4km の渋滞が発生しております。そして西消防署通り上り、那覇市泉崎付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして国道330号線北行き那覇市真壁バス停付近では 1.3km の渋滞、そして一部で混雑が発生しております。続きまして那覇北中城線西行き草原寺通りですね、上り、こちらは 0.5
5km の渋滞が発生しております。続きまして、那覇糸満線上り那覇市下坊付近では 0.7km の渋滞が発生しております。そして那覇糸満線下り那覇市博多付近では 0.7km の渋滞が発生しております。そして那覇北中城線東行き那覇市鳥堀付近では 1km の渋滞、一部で混雑が発生しております。続きまして、崎山松川線下り那覇市松川付近、こちらは 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして、那覇市寄宮付近下り、こちらは 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして、国道329号線西行き那覇市上間付近では 0.7km の渋滞が発生しております。そして国道507号線北行き那覇市中山付近では 0.7km の渋滞が発生しております。そして那覇空港線上り那覇市赤峰付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして、高速道路の交通情報です。沖縄道上りそして下り許田インターチェンジ付近ですね、こちら強化補修作業中のため対面通行となっております。続きまして、沖縄道下り金インターチェンジ付近金インターチェンジ宜野座インターチェンジ間、こちら強化補修作業中のため第一走行規制中となっております。続きまして、沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近、こちら工事中のため規制中となっております。そして沖縄道下り西原インターチェンジ付近、こちらは強化補修作業中のため規制中となっております。以上、お天気交通情報をお届けしました。ここでもう一曲流していきたいと思います。 BTS で LIKE。
ニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。亡き姉のピアノ、首里城復興に宮城さん寄贈活用して。琉球手まり保存会代表の宮城玲子さんが3月29日首里城公園を訪ね、ハープとピアノを指導していた姉山田菊代さんが愛用していたグランドピアノを寄贈した。宮城さんは昨年11月に亡くなった姉は県内でハープとピアノの指導をしていた。首里城復興を願うコンサートなのでご活用いただき末永く大事に使ってほしいと話した。沖縄美ら島財団の花城理事長は立派なグランドピアノを寄贈していただき大変感謝している。定期的なコンサートなどで活用し平和な首里城復興を願うシンボルの一つにしたいと感謝した。続きまして琉球新報よりお読みします。沖縄国際映画祭閉幕、催した際1万8000人楽しむ、3年ぶりレッドカーペットも。島全部で大きな祭第14回沖縄国際映画祭が17日閉幕した。那覇市の桜坂劇場や琉球新報ホールをはじめ北中城村のイオンモール沖縄ライカムや沖縄市のシアタードーナツなど県内各地で映像作品上映やライブなど多彩なイベントを行った。16日から2日間の総動員数は延べ1万8000人。17日正午、那覇市の国際通りでは3年ぶりにレッドカーペットが行われ、映画祭に参加した俳優やお笑い芸人ら約130人が登壇した。レッドカーペットを歩いていたタレントの西川きよしさんは、今世界はもとより国内も不安が漂っているが、映画祭でそれを吹き飛ばしてもらいたいと目に力を込めた。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。78.0 Anetai Radio FM Napa。 今日のテーマ、日曜日の過ごし方。まずね、メールから読んでいきたいと思います。那覇ネーム沖縄大好きさん、有香さんおはようございます。沖縄大好きです。おはようございます。日曜日の過ごし方、仕事がある日は仕事をしているのですが、それ以外になると日曜日は日朝を見たり眠ってゴロゴロしたり時々ドライブに出かけたりと過ごしています、っていうことですね。なんかいい日曜日の過ごし方って感じ。もうなんか日曜日はね、ダラダラしたいゴロゴロしたいよね。布団からあまり出たくないですよね。すごいわかる気持ち。うん。そしてジェット姉さん、日曜日の過ごし方、朝から録画したドラマ立て続けに見る。あ、これもいいですね。ハマっているのは妖怪シェアハウス、あとはしずちゃんとパパ、おすすめってきてる妖怪シェアハウスは私も見てました。あれ可愛かったね。可愛かったってもうおかしいけど楽
楽しかったですね。あの妖怪が出てくるから私は好きでした。うん、しずちゃんとパパ、ああ拝見したことがないのでいつか見てみたいと思いますいつか今私の家テレビないから壊れちゃってはい、ということですね。あ、ターキーさんとカンさんからもおはようございますって来てますね。おはようございます。あ、ライチーさんからもグッモーニーって来てますね。晴れ曇りシュリナウ、腰やみ厳しめって、腰やみって、あ、腰が痛いってことですね。大丈夫ですか？腰の痛みって結構なんだろうな、腰もそうだけどお腹もかな、なんかどんな体勢になっても痛いよね。なんか楽な体勢がないよねちょっと辛いね。早くな、良くなりますように自転車の店タオさん、日曜日は仕事、そっか、定休日は普段できない事務作業、誰か休みをくれー。なるほど、タオさんはあれだ、休みがないんだ日曜日って言ったら大体ね、お休みの方、あ、まあそうじゃない方もたくさんいるとは思うんですけど、休みの日っていう、なんだろうな、代表的な日だから、お休みね、もうお休みにしたらいいと思う無理やりでもね、普段できないことをね、この休みの日はなんだろう、何もね、接客業とかがないからかな、スムーズにいくんだろうな。うん、でもほどほどにね、ちゃんと体は休めてくださいね。うん、あ、紅茶片手に小説読みふける、そんな優雅な休みが欲しいって誰かタオさんに高級な紅茶をあげて小説か、本当に優雅な感じしますね、紅茶片手に。右京さんみたいな感じかな、右京さん小説読むかな、紅茶のイメージはいっぱいあるけどね。うん、マーチンさん、昨日は職場の人のドアミラーが割れたから交換頼まれて、内張り剥がしてネジで交換して、2時までかな、終わったのかな。お礼は100円の缶コーヒー1本安っもっとなんかあるでしょでも頼まれるから、もうマーチンさんは器用だからね、器用だし、そういうのができるってもう分かってるからお願いするんだろうな。うん、でもね、もっと高いコーヒー頼めばよかったのに100円のコーヒーじゃなくて150円ぐらいのコーヒーに変わらんかしたらよかったのに。うん、長谷川純さん、日曜日の過ごし方、月曜日のありかの放送を聞くために精神を統一して待つ昨日なんかお酒飲んだって聞いたけどあれあれ、あ、なるほど、洗浄したんだね、お酒でね、体の中をね、そういうことか。うん、そして日曜日の過ごし方、セーファーうたきで参拝、礼拝かな、何かな、うん、拝んできたのか清めてるねいいですね、日曜日の過ごし方、これも長谷川純さんですね。チャプチェとサムギョプサルをうさがる昨日かな、いつもなのかな。いいな、サムギョプサル美味しいですよね、私も好きだな。そしてタッキーさん、日曜日の過ごし方、休みがないので曜日の感覚がなくて汗タッキーさんも休みがないのか、もう本当に体はほどほどに休みを取ってくださいね。もう休みの日がなかったら、なんか休み時間みたいなのをちゃんと作ってください。あの沖縄じゃない自転車の店タオさんも、うん、沖縄の店って言いそうになって、沖縄屋みたいになっちゃうね。うん、ごめん。そしてジェット姉さん、日曜日の過ごし方テレビ編、なんかいろんなのがありそうだね、ジェット姉さんは。のど自慢からザ・ノンフィクション、教祖兼変態のカンさんの配信を視聴、夕方から笑点、ちびまる子ちゃん、サザエさんの流れってことか。なるほど、そんなジェット姉さんからですね、あの
リクエスト曲がね昨日届いてたので準備しております。はい、ということで前半が終了になりましたので、また後半よろしくお願いします。日曜日の過ごし方どんどん送ってきてください。コメントメール待ってます。そしてうちなうぐちなうとですね、ジェットさんからのリクエスト曲サザエさん一家流していきたいと思います。それでは最初にうちなうぐちなうからお聞きください。しゃもじとフレームあらかきのうちなぐちなう。今日のうちなぐちはこちら、あきさみよあきさみよ。これはあれまあなど驚いたとき苦しいときなどにうちなんちがよく発する言葉です。おお、フレームあらかきさん来てるじゃないですか。おマジック見してくださいよ。なんか見してください。それではこの三つ腰をですね、はい、四つ腰に変えてみたいと思います。目の前の、え、それでいきます。おお、あきさみよ。三つ腰が四つ腰になってる。すごい、ちょっと上等になったビルも。続いていきます、はい、このマクドナルドの M をですね、はい、逆にしてみたいと思います。好きや、いきます。あきさみよ、マクドナルドになったぞ。ダブルになって、おっぱいにも見える。すげえ、すげえ。それでは最後ですね、はい、この目の前に見るバスを消してみたいと思います、はい、消してますね。取りすぎただけじゃん。俺はきさみよ。いちいち、フレームさん、落ち弱さよ。あきさみよ、全体的にあきさみよ。FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。
ただいまの時刻は8時31分を回りました。改めておはようございます。4月18日月曜日、カチャンプルな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。本日お相手をしますのは、おはようございます、有香です。これからのお時間どうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日のテーマ、日曜日の過ごし方でございます。はい、日曜日の過ごし方、メールが届いておりますのでそちらから読んでいこうと思います。ラジオネームナウドラさん、有香さんおはようございます。ナウドラです。おはようございます。今日は東京世田谷から聞いてます。ありがとうございます。日曜日はバリ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 お仕事お仕事お仕事そうなんだまだ見ぬ嫁のために稼ぎまくる、いいね。そして夜は商店、沖縄の夜とかけて佐々木投手と解く、その心は三振が止まらない有香さん座布団1枚持ってく持ってく市民って初めて知りました。沖縄文化素敵って。あ、そうなんですね。知らない方もやっぱ多いですよね、県外の方だと。うん、そう、なんかピクニックです。本当に多分この時期に、本当にシーミーを知らないでこの時期に旅行とかに来られた方はびっくりすると思います。うん、なんか夜に商店見てる人多いですね私も見てたけど、もう沖縄は多分ね、あのやってる曜日違う気がする。あ、一緒かな今やってるかなわかんないけど、はい、ということですね。さてさて、今日のテーマは日曜日の過ごし方でございます。私はですね、昨日あのいとこのね、よく私のね、なんかね SNS とかに載るいとこのこの、 あの衣装を一緒に買いに行きました可愛かった、いっぱい試着してもらってなんかやっぱお洋服見るとなんかテンション上がりますね。うん、自分のじゃないけど、なんかいとこが持ってきた可愛い洋服のサイズが違うのを私も買いました可愛い、可愛いからね、今度来て写真撮りたいと思います。はい、ということで今日のテーマ、日曜日の過ごし方です。皆様からのコメントメッセージじゃんじゃんお待ちしております。はい、この番組はリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャスと YouTube で動画配信もしています。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみいただけます。はい、ということです。それではここで1曲流していきたいと思います。フェイキーさんで Ain't it too。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、ぴょん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  JOZZ0AQFM。ただいまの時刻は8時39分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です。でははじめに今日のお天気をお送りしていきたいと思います。本島中南部、東の風のち北西の風晴れ、昼前から曇り、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。そして今日の降水確率、午前中が 0%、お昼12時から夕方の6時にかけて 10%、 夕方の6時から深夜12時にかけて 20% となっております。日中の最高気温は24度です。そして気象警報、注意報です。那覇市すべて解除されております。続きまして現在の那覇市内の交通情報をお届けしていきたいと思います。国道58号線南行き那覇市泊付近、こちらは 0.7km の渋滞が発生しております。続きまして国道330号線北行き那覇市古島インターチェンジ付近ですね、こちら 0.7km の渋滞、そして一部で混雑も発生しております。続きまして那覇北中城線西行き草原寺通り上り 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして崎山松川線下り那覇市松川付近、こちらは 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして那覇糸満線上り那覇市市立病院前付近では 1.8km と長らく渋滞、そして一部でこちらも混雑発生しております。続きまして国道507号線西行き那覇市国場付近では 0.6km の渋滞が発生しております。続きまして国道330号線北行き那覇市与儀付近、こちら 0.9km の渋滞が発生しております。続きまして国道507号線西行き那覇市小羽倉付近では 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして国道331号線北行き那覇市明治橋付近では 0.8km の渋滞、一部で混雑も発生しております。続きまして那覇市山下付近ではこちら北行きですね、 0.9km の渋滞が発生しております。続きまして那覇市小禄付近上り、こちらは 0.5km の渋滞が発生しております。続きまして高速道路の交通情報をお届けしていきたいと思います。沖縄道上りそして下り許田インターチェンジから許田インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため対面通行となっております。そして沖縄道下り金インターチェンジ付近、こちらは金インターチェンジ宜野座インターチェンジ間、こちらも強化補修作業中のため第一走行規制中となっております。続きまして沖縄道下り石川インターチェンジ付近から石川インターチェンジ、こちら工事中のため第一走行規制中となっております。
続きまして沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近から沖縄北インターチェンジ、こちらは工事中のため規制されております。続きまして沖縄道上り池袋バス停から沖縄南インターチェンジ付近、こちら植栽作業中のため規制中となっております。続きまして沖縄道下り西原インターチェンジ付近、こちら強化補修作業中のため規制中となっております。以上お天気交通情報をお届けいたしました。ここでもう一曲流していきたいと思います。平井大さんでいつも通りの奇跡。78.0 FM Naha Your radio station Okinawa。ニュースを沖縄タイムス琉球新報よりお読みします。まずはじめに沖縄タイムスからお読みしていきます。亡き姉のピアノ首里城復興に宮城さん寄贈活用して。
琉球手まり保存会代表の宮城玲子さんが3月29日首里城公園を訪れ、ハープとピアノを指導していた姉小山田菊代さんが愛用していたグランドピアノを寄贈した。宮城さんは昨年11月に亡くなった姉は県内でハープとピアノを指導していた、首里城復興を願うコンサートなのでご活用いただき末永く大事にしてほしいと話した。沖縄美ら島財団の花城理事長は立派なグランドピアノを寄贈いただき大変感謝している、定期的なコンサートで活用し平和や首里城復興を願うシンボルの一つにしたいと感謝した。続きまして琉球新報よりお読みします。沖縄国際映画祭閉幕、催し多彩、1万8000人楽しむ、3年ぶりレッドカーペットも、島全部で大きな祭、第14回沖縄国際映画祭が17日閉幕した。那覇市の桜坂劇場や琉球新報ホールをはじめ、北中城村のイオンモール沖縄ライカムや沖縄市のシアタードーナツなど県内各地で映像作品上映やライブなど多彩なイベントを行った。16日から2日間の総動員数は延べ1万8000人。17日正午、那覇市の国際通りでは3年ぶりにレッドカーペットが行われ、映画祭に参加した俳優やお笑い芸人ら約130人が登壇した。レッドカーペットを歩いていたタレントの西川きよしさんは、今世界はもとより国内も不安が漂っているが、映画祭でそれを吹き飛ばしてもらえればと思うと目に力を込めた。以上、沖縄タイムス琉球新報よりニュースをお届けしました。はい、ということで日曜日の過ごし方の前にですね、私先ほどの交通情報で高速道路の名前池太って読んでたみたい、池太って書いてある失礼しました、池太です皆さん。はい、そう池太って読んでました、ずっと池太、勉強になります。これね、自転車のお店タオさんが教えてくれました。県民よりも県外の方が知ってるありがとうございます。はい、ということでテーマ日曜日の過ごし方、長谷川純さん、日曜日の過ごし方もっぱらうがんする、うーとうとう、なんか沖縄の人っぽい仏壇にね手合わせるって感じかな、なんだろう。あ、ジェット姉さんからリクエストありがとうございますって、いえいえ、サザエさんね、いつもテレビで流れていたの2番だったのね本当だね本当、私も初めて知りましたそしてカンさん、変態普通に読んじゃダメ、突っ込んでよって、ガチの変態にゃんって、ガチの変態になるらしいじゃあのね、これ私のね同級生が高校の時に言ってたなんか名言があって、人は誰しも何らかの変態だから恥じることはないんだよって言ってたんですよだからそっかって言って、私はそれで納得しているから、多分みんなそれぞれそういう要素はあるんだなって思いました、うん、高校生の時に言われたからね、同級生に、
すごいよね。なんでそこにたどり着いたのか私は分かんないけど、うん。そしてあ、カンパチさん来てますね。おはようございます。日曜日の夕方は徳さんのバス旅見ながら晩酌の準備する幸せって、あるよね。なんかそういうなんかひとときみたいな、うん、いいね。なんかバス旅って楽しそう。なんかお散歩とかさの番組見るとさ、なんかのほほんとしてなんか穏やかな気持ちになりますよね。そういうバス旅とかなんかゆったり系の番組を見るといいですね。そしてジェット姉さん、日曜日の過ごし方、メルカツ、メルカリとかか、メルカリで服や不用品を出品、飽きたデザインとかカプセルトイでかぶったやつ売っちゃう。カプセルトイカプセルトイって何、ガチャガチャみたいなそうだね、姉さんは結構メルカツ活用してますね。いいですね。私もね昔やってたんだけどね、途中からねなんか結構あれ手間暇かかるじゃないですか。あれがねできなくなったんだよな。なんだろう。そして長谷川純さん、いっぱいありますね。長谷川純さんいいですね。日曜日の過ごし方、鉄腕ダッシュ見る、相葉学ぶ見る、鎌倉殿の13人見る。私が知ってるのはね番組名かな、相葉学ぶも。私が知ってんの鉄腕ダッシュだけだいいね。だいたいあれか、みんななんか何かテレビとか見て過ごす、ゆったりして日曜日を過ごす感じなんですかね、家で。まあ多分金土とね、多分どっかに歩き回ったりするからね。日曜日はゆっくりして次の日またお仕事に向けて体力をね温存するためにあるのかもしれません。はい、マーチンさん、シーミーは一度だけしたなって。あ、そうなんだ。奥さん、うん、沖縄、まあ、マーチンさんは 80% 沖縄県民ですからね長谷川純さん、人類みな変態らしいよ。そう、納得。自転車の店田尾さんが、有香さんは何の変態って来てる。私何の変態だろう。でもね、あの筋肉の話されたらすごい興奮するかもしれないここのこのなんか、うん、筋肉いいねって言うんだ。あんまり言えないけどね今なんとか筋いいねとか、そういう筋が見えるいいねとか、そういう話をねしてる惑星オフトゥーンで過ごした。あ、いいね、オフトゥーン、お布団いいですね。あ、もうお別れの時間になってしまいました皆さんあっという間に過ぎてしまいました。はい、ということで今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。ということで、まあ、沖縄の人ね昨日飲んだ方多いと思うので、ほどほどにお仕事頑張ってください学校も皆さん行ってらっしゃい。バイバーイ。